久しぶりに藤田進から LINE が来ました。お前らだけに教えてやっからよ。ああこの曲良かったね。うん、この曲はピンズ待ちに合わせたよ。で、鈴木優さんが捨て牌めっちゃ派手なんだけど、ここが大分高春と違うとこで、鈴木優さんこれで降りて2着でいいやなんてやる人じゃないんで、うん、結構、うん、俺はここで降りて2着でいいや、トップなんかこんな3万点以上、まして大分があるからトップなんか取れるわけねえやと思って降りちゃうんだけど、鈴木優さんはこういう捨て牌でもまだ普通に上がりに行ってるなと思ってたよ。だから俺も上がりに行ってんだよ、これ。手組んどいてよかったよ。これで。関連品だったら打ってくれそう。親の現物だったら取っとくだろうと思って。ウッパーマン入れば勝ちだし、リャンウマ、あ、じゃごめん、リャンピン入っても勝ちだと思ってた。で、これでリャンピン待ちで。まあ、正直言うと、リーチって言ったら、リャンピン打ってくれるだろうなとは思ってた。正直。そしたらリーチ来たんだよ、本当に。いや、今来なくてもいいのにと思ったよ。怖いから。まあ一応降りるよ。リャンピンを打ってくれなきゃ降りる。やっぱりユウさんは、こっからでもリーチ来るんだなと思って。これで、まあ、こういう川でもね、降りてるわけじゃなかったんだなとは思った。うん。リーチ。これなんかピンフだったらしいな、こんな川で。ピンフと思わなかった、俺。なんか、チートイツもあると思ってたのに、なんかメンツテラ、まあ、ユウさんチートイツやんないね。正直あんまり。うん。だから、これが、もうちょっと松ヶ瀬とかだったらチート言ってたなこの野郎、てめえチート言ってたなこの野郎っつって、お前自敗待ちだろっつって、うん、お前一枚切れの初だろなんつってよ、そういう風に読むんだけど、ユウさんチート言ってやんないと思ってるんで僕は、はい、でこれ岡田さんが言ってくれたと、はいそれですと、切ると思ってました。はい、ほら、え、何この E1 切りって、え、どういうこと、入り目がわかんねえ。鈴木優くっつきにしたローピンがおかしいんだよな。こういう時って結構リャンズを入ってリーチが多いんだけど、E-1にリャンマン引いてもサブローマンだし、それにしたらローマン、あれがおかしいんだよ。ローピンが。うん。なんだこの入り目。マジでリャンズを入り目しか考えらんねえんだけどな。全然違うんだけど。全然違う。あ、数万迷彩してんのこれ。なんでリャンマン入り目なのこれ。まあ、迷彩してんの。ああ、なるほどね。ここでローピンをまっすぐ行かず、数万切って、リャンウーマンの布石にして、なるほどね。統一手っぽく見せてんだ。結構作詞だな。ここで、急走を切らないで、真ん中ばっかり切って、守備的要素プラス、統一手っぽく見せてんだな。一生懸命。これを切ることによって、リャンウーマン率を下げてるね。ただ、変に勘ぐっちゃう人もいるかもしんねえけどな。変に勘ぐっちゃってる人いるかもしんねえし、リャンマン取りでリャンマンシャンポンとか読むやついるのかな？これ、打てる人が読んだら打てねえけど、これ結構、普通のピンフに見えねえな。結構捨て牌工夫するんだね。この顔作るんだ。さっき頭が良くなくてよ、覚えられねえんだな、こういうのな。暗記できねえんだよ、写真撮っとかね。そんな感じですか。難しいね、これちょっと。うん。読み切りは無理だわ。難しいや。鈴木優ノートはね、あんまりページ数が少なくてよ。30個ぐらいしかねえんじゃねえか、メモ。いや、松ヶ瀬さんは、今はいじりやすいから言うけど、すげえ勝ってるから。松ヶ瀬さん、めちゃくちゃ、松口さんめちゃくちゃツイッターで運だけって言われてる。松ヶ瀬さんめっちゃ、俺松ヶ瀬さん強いと思ってるよ、うまいと思ってる。で、俺のマージャンをよく勉強したんだな、なんか同じ団体だし、俺は認めてるよ、あ、一定の評価。ただの運だけってめちゃくちゃ戦う。俺別にミュートとかしてねえから、 M リーガーを悪口言うやつをミュートしてねえから、松ヶ瀬運だけ。松ヶ瀬がどんなに頑張っても全部
全部うんだけ超ウケるんですけど、超ウケるんです。もう松笠が悪口書かれてるのが超ウケて、で俺もあこのあった時、松笠うんだけって言われてる松笠、そうなんすよ言われてんすよお前今度俺解説やった時お前のことうんだけって言っていいっつって、やめてくださいよやめてくださいよつって、面白い、めっちゃ面白い松笠さんどんなファインプレーしてもいくらのおかげっつって、ウケるウケる。あ、俺も言われてんの、別に俺はいいのよ、俺のこと運だけって言ってる人は圧倒的にジャンル力が低い、だから気にしない、絶対的な自信があるから全然気にしない。おい、ちょ、みんなお前ら聞けよ、おい、ちょ、お前ハスに聞けよ、行くぞ。久しぶりに藤田進から LINE が来ました。お前らだけに教えてやっからよ、行くぞ、おい、行くぞ。月が変わったら本当に良かったですね笑い他の皆さんもお気に入りのオカルトがあったら遠慮なく言ってくださいね。なんだお気に入りのオカルト私が逃げたからです、私が逃げたからです。11月はもう出たくないって監督に言ったの、もう出たくないからパスさせてくださいって。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。